令和新選組山本太郎です、えー、資料の1発災後総理のご発言ですコミュニティを守るこの言葉に嘘はないですよね岸田内閣総理大臣はい無事の嘘はありません重要なことだと思っております資料2災害時に生活住宅再建のために国からお金が支給される制度は被害に見合う金額ではなく正直被災者からの評判はよくありません 今回これまでの仕組みにプラスして新しい保障を加えたのが岸田総理です。能登半島地震後追加で最大300万円の交付金を創設してくださいました。総理、日本で初めて上乗せを行った。これ初めてなんですね。その理由っていうのはコミュニティを守ると、これ宣言されたこととも関係するんでしょうか。イエスかノーかでお答えください。はい、あの、えっ、ー、と、結論から言うとコミュニティを守る。 ために重要な取り組みだと思います。高齢化率が著しい高いあい高著しく高い半島という地理的な制約があるこの中でコミュニティの再生に向けて乗り越える課題がある地域であるからしてこういった支援を考えました。ただいまの新しい上乗せについては一度横に置きたいと思います。基本の制度ってどういうものがあるのか資料の三四まず被害を六つに分類 全壊大規模半壊中規模半壊半壊準半壊一部損壊。全壊ということならば、最大で300万円。でも、全壊したみんなが300万もらえるわけじゃない。家を建て直すなら、最大で300万円。補修だけなら200万。賃貸に移るなら、150万。資料5、6。大規模半壊中規模半壊となるにつれて、金額はさらに少なくなります。さらに、半壊準半壊 一部損壊。住宅再建のための支援金は一切出ません。でも、災害救助法から応急修理費用は出る。トイレ、お風呂など、必要最小限度の修理費用として、半壊で最大70万6千円。準半壊、34万3千円。ただし、一部損壊では1円も出ない。資料7。支援が薄い、または1円もない。そんな声が報道にもあります。例えば、半壊。 柱は傾いたまま、調査で半壊だから進める。そう言われても、担当者は家の中までしっかり確認していない。いっそ、全壊していた方が諦めがついたかも。資料8、9、順半壊。潰れた方がまし、公的支援を受けたい。空が見える。もう建てられない。資料10、11、一部損壊。自宅の地盤が沈下しても一部損壊。 街がゴーストカゴーストタウン化する。家が傾いたまま生活するしかないのか。被害の状態と現行制度の支援は全く釣り合っていません。資料12、内閣府、今回災害救助法を適用された自治体の数は内閣府、高橋賢治、防、えー、政策統括官。今回の地震では、新潟県、富山県、石川県、及び福井県の4県47市町村に災害救助法が適用されております。 冒頭紹介した新しい上乗せ、最大300万円ですけれども、もらえる人、能登半島の6市町に限定されます。他にも最大300万円もらえるのは、能登半島の6市町に限定された上で、被害が半壊以上だった世帯と限定されている。これまで支援が薄かった半壊未満や一部損壊には何ら関係のない 上乗せ支援なんです。あまりにも国からの支援が薄く、奥の都以外でもコミュニティを守れない、そんな危機に陥っている地域がたくさんあります。石川県でも内灘、白井など、新潟県でも富山県でも福井県でも、富山市内でも生活再建が厳しい被災者がいます。資料13、14、昨日3月12日、富山市東ハス町にお邪魔をいたしました。能都地震で260世帯のうち、 70世帯ほどが家が傾くなどの被害があり、すでに11世帯が地区を離れたといいます。実際の被害と被害の評価が釣り合わない人が大勢いる。そのことにコミュニティ崩壊の危機感を持った住民が東ハス町地震被災者の会を発足。資料15。発災後すぐの写真を見ると辺りが液状化、大量の水が発生。 発災翌日には土の袋1000個分の泥を住民で書き出し、現在は外から見て大きなダメージがあるようには見えません。しかしよく見てみると地面に大きな亀裂が入っていたり、少し傾いている家などもあります。自宅が全壊と評価された男性の家に行くと建物はしっかり立っているんです。資料17、しかし家に入ると全く違う。外からわかりづらかった傾きを体で感じることとなりました。 野球ボールをお借りして床に置いてみると勝手に転がる、転がる。よく知られるのは床にビー玉を置いて転がり出すのが約0.6度の傾き。個人差はあるものの0.7度の傾きを境に健康被害の訴える人が増えるとも言われます。初めて傾いた家にお邪魔した私は最後には気持ち悪くなりそうだったので外に出ることにしました。家主の男性は家を解体してもう一度家を建てるかって言われると 難しいよね。土地の改良、家を建て直すと3000万円は超える。国からの支援を考えても全くお金が足りない。今は家族と公営住宅に避難してる。不安だよね。将来の見通しなくなった。資料18、町内の地図と被害状況。少し前のもので完全版ではないそうです。えー、住宅地図のピンク色は全壊、黄色が一部損壊です。被害区分が低い一部損壊。 その世帯数がすごく多いんですね。この一部損壊でも住める状況ではないと言います。自立した息子が近所に住んでいるという一人暮らしの女性。外から見た感じ問題のない一軒家なんですよ。資料20。中に入ると先ほどと同じようにバランス感覚がおかしくなるんです。ゴルフボール床に置かしてもらうと転がる、転がる。家主の女性は最初は我慢して暮らしてたと言います。 でも傾いた家に長時間いたら健康に影響ありそうだから賃貸に移った。親から受け継いだ家だし、年金で細々暮らしていく老後をイメージしてきたけど、それもダメになった。一部損壊だったら1円も出ませんよねって私が言うと、お見舞い金で国から2万円と市から1万円はもらったと言います。行政が調査に来ても家の中には入ってこない。家の外側の傾きを見て被害を決めてる。 判定の仕方がおかしい。そうおっしゃってました。他にも親子2世代で暮らす男性、一部損壊だけど、家は7センチ傾いていると。寝るときは高い方を頭にしないと、翌朝気持ち悪くなって、ふらふらする。家の傾きを直すのに、見積もりだけで4、500万。場合によってはもっとすると言われているそうです。被害者の会の方々に最後に、コミュニティは維持できそうですかそう聞くと、このあたりはね、みんな顔見知りで、 公民館でカラオケやったりとか、地域で若い人が高齢者集めて体操をやったりとかしてきた。今ここで暮らしてきた人の生活が一変してしまってる。避難してるけど、今までのコミュニティと離れて、いつも話をしてる相手もいなくなって、生活のリズムがおかしくなった。80代の知り合いのご夫婦は人里離れたところに避難してて、昨日訪ねてみたんだけど、二人アパートでひっそり、奥さんはテレビ、旦那さんは横になり続けて、交流もできなくなってる。 国に何を望みますか被害者の会の皆さんに、被災者の会の皆さんにお尋ねすると、能登六市町に限定した300万。これ300万ではなくて、限定ではなくて、今回被災した地域にも広げていただきたいと。住宅再建するとかしないとか、そういうのじゃなくて、被災者側が使いたいときに、使いたいことに使える資金としてほしいと。最大ではなくて、満額をいただけないかと。 一部損壊だけど、家には住めないって人が、たくさんいて、このままじゃ、この地域は崩壊してしまう。そうおっしゃいました。総理もお分かりのことと思いますけれども、追加の300万円、災害救助法適用の全世帯、被災者の裁量で使える生活再建に向けた当面の軍資金として、一律支給していただきたいんです。いかがでしょうか。まずあの、被災地の方々のそういった声については、 政府ととしてもこれ真剣に受けけ止めなななればならないと思い思ますまず新しい公金制度については、これ10ぐらいから説明しておりますように、対象地域以外の部分についても、県の,この支援制度、これを合わせて、取り組み進めることによって、できるだけ幅広い方々に対しての支援を行う。 こういいった取り組みを進めてまいりまりすそして、基本的に他のさまざまな住宅支援制度等においても、この対応をできるだけ柔軟化し、より幅広い方々に対する支援が行き届くよう努力をしていくこと、これも重要な視点であると思います。 この調査につきましても、迅速に調査を行う、これは重要なことでありますが、これはの申請があった場合、被災者から申請があった場合、詳細に調査するなど、被災者に寄り添った対応、これも重要なことでありますし、住宅支援、さらには液状化被害についてもご指摘がありました。こうした液状化についても、 この住宅を解体せざるを得ない場合には、全回と同様、最大300万円の被災者生活再建支援金を支給していること、あるいは、この被害、損害割合10%以上、じゃあ、半壊においても、災害救助法の応急修理制度を活用いただくなど、柔軟な運用を進めてまいります。こういいった形でできるだけ幅広い 支援を行うことが重要であると考えております丁寧にご説明いただいたとそう受け取りたいと思います1分近く1分以上、えー、答えを返すっていうのはちょっとないと思うんですよ政府側が準備しているさまざまな施策っていうのはもう存じ上げてますそこでは現在救われない人たちが大勢いるっていうのが今回の災害なんですねそこに対して小幅ではなくて大胆にやっていくっていうことをやらないとこれコミュニティ守れないんですよだって 被災して何もかも失った状態の人々もいるわけですね。で、家が住めない状態の人たちもいます。もちろん、奥の登の被害が大きかったってことは、もう、これはみんなが知ってること。もちろん、それ以外の人たちも、奥の登ほどひどい状態,状態ではないけれども、今、大変で生活が再建するのが非常に難しいって人々、いっぱいいます。家も住めない、仕事も不安定、ありがねが目減りする。これじゃあ、地元にとどまることさえ難しくなっちゃうんですよ。最後に、 検討するだけでもしていただけないですか？いかがでしょう？最後に検討だけでもしてくださいよ。何も考えないはさすがにない。検討だけでもしていただきたい。いかがでしょう？時間がまっております。その答えだけ、その答えだけ。だけ以上山本太郎君の質疑は終了いたしました。山本太郎ちゃんねる。